13日初日大相撲夏場所左大胸筋などの負傷で6場所連続休場中の横綱、稀勢の里は夏場所の出場が厳しい状況だ。この日は田子の浦部屋で軽めの調整となり、しこ、すり足、立ち合いの確認などを行っただけ。7、8日は二所ノ関一門連合稽古で計25番取っただけに、疲労回復の目的があったのかと聞かれると、それもある、と答えた。ここまで力強さを感じさせる稽古はできていない。仕上がりについては、どうだろう。まだわからない。と話すにとどまり、出場を明言できる状態ではなかった。